お世話になります。ひとりでございます。最近コロナウイルスが蔓延していて世界中が危険にさらされていますね。とうとう我らがポケモンにまで悪影響を与えることになってしまったので、今回はこのコロナの悪影響をポケモンに限定して考察していきたいと思います。まず今回の動画を作るきっかけにもなった一番の悪影響は色違いセレビの配布の延期です。色違いセレビは7月10日公開予定の劇場ポケットモンスターココの特別前売り券のコードを入力して手に入れられるポケモンですが、この特別前売り券の発売日が延期されることになりました。色違いセレビはその特別前売り券を手に入れてすぐに受け取れることになっていたので、ポケモンの入手自体も実質延期になったということですね。もともと特別前売り券は7月17日が発売予定日で、発売日はなんと未定になってしまいました。さすがに今の状況では先が見えないので仕方ないですが、ただ発売日が延期されるのでなく未定になってしまうのは相当やばい状況だと伺いますよね。なおその新たな発売日については決まり次第映画公式ホームページや SNSでお知らせがあるとのことです。でこの特別前売り券では新たな幻のポケモンザルードも配布されるとのことでしたが、こちらの受け取り期間は6月15日からのままで現時点では変わっていません。そして肝心の劇場版ポケットモンスターココの公開日7月10日も今のところは変更がありません。これらの日程は変更がないといってもザルード配布も映画公開日もいつ変更されるかは全く先が読めません。配布も映画公開も当然のことながら大勢ではないかもしれませんが人員が必要で、私たち消費者側もいないとなり立たないわけですから、感染がどんな風になっているかによって状況が大きく変わってしまうでしょう。他の国の状況を見ても全く問題がない状態までいった国の事例は一切ないので、素人の私では完全に考察不可能です。すみません。この状況だけでも十分やばいのですが、実は映画以外にもコロナによって悪影響が出ているものがあります。それは8月14日から16日に開催予定だったポケモンワールドチャンピオンシップス2020の中止です。これも少し前に出た情報なので興味のある方は知っていたかと思いますが、このロンドンで開かれる予定だったゲームカードの大会は延期でもなく完全に中止となってしまいました。ただまだ早いかもですが、来年のポケモンワールドチャンピオンシップスはロンドンで開催予定とされています。あとは6月27日28日に横浜で開催されるポケモンジャパンチャンピオンシップス2020は今のところ中止ではなく、開催の可否は5月中旬までに決まるとのことです。その他ポケモンに関する各種イベントの自粛、ポケモンセンター、ポケモンストアの営業時間などの変更がされており、悪影響はマジで半端ないです。ということでここまでは事実を話させていただきましたが、ここからは試験です。私が一番恐れているのはポケットモンスターソードシールドのエキスパンションパス鎧のことへの影響でございます。というのもまず第一に、実際先日公開された任天堂ダイレクトミニでも冒頭にこういう注意喚起があったんです。本映像でお伝えする発売日等の情報は新型コロナウイルスの影響により今後変更が生じる可能性があります。最新情報は発売会社のホームページをご確認ください。これは鎧のことを名指ししたものではありませんが、わざわざこの表記をするということは配信日程がずれる可能性は十分ありそうですね。しかもそもそも今のコロナの現状が続けば鎧のことに関わる人へ影響が出る可能性があり、その観点からも配信日程がずれることは十分あり得ます。例えば鎧のことはデータ配信でできるようになるはずですから、サーバー周りだったりとか発売後のバグ等の修正をする人とか人員は絶対に必要ですよね。特に今回はマイナーチェンジ版を DLC でやるという初の試みであり、より丁寧に立ち回る必要があるでしょうから、人の力が特に重要になるかと思います。そんな状況でコロナ感染が広がれば人手を用意できなくて延期になる可能性は十二分にあります。しかもエンタメ系の仕事は食料品系とかの仕事と比べて生命を維持する上での優先順位は低いですから、場合によっては早々に自粛せざるを得ない状況にもなりかねません。さらにこれはしばらく前の話で2020年2月6日の話ですが、実は任天堂スイッチの発売が遅れている状況もあるんですよね。公式サイトから引用するとこんな文言がございました。現在発生している新型コロナウイルス感染の影響により、日本国内市場向けとして中国で生産している任天堂スイッチ本体およびジョイコンなどの周辺機器等につきまして、生産および出荷の遅延が避けられない見通しとなりました。2月の時点でこの状況なので、今はもっとひどい状況になっているかもしれません。しかも最近の外出自粛を予測してか、スイッチの高額転売も盛んに行われるようになり、スイッチ自体の入手が非常にしにくい状況となっています。まさに無法地帯。鎧のことは剣盾の中の DLC なので、今回の DLC をきっかけにスイッチを買う人は少数派だと思いますが、ビジネスとして考えるとこれも負の要因にはなり得ます。これらだけでなく、鎧のことを発売後に関連イベントとかも企画されているでしょうから、それらが中止になるというように負の要因がいくらでもあるんですよね。なので私は鎧のことがどうなるか心配ですし、とはいえ個人的な欲望としてやはり予定通りプレイしたいとも思っているので、なんとか今の世の中の状況が打破されればと思っております。あと最後に悲しいニュースだけ紹介して終わりにします。4月5日に
にヤフーニュースにてこのようなニュースがございましたので引用させていただきます。フランス BFM テレビで4日、中国で行われた新型コロナウイルスによる死者への黙祷が報じられた際、スタジオにいる男性記者がポケモンを埋葬しているとつぶやいた。記者はマイクが入っていないと思ったと弁明し謝罪したが、インターネット上では批判が高まっている。記者は番組内で不適切な発言だった、心からお詫びすると謝罪した。 BFM も全く場違いな軽口が意図せず放送されたことに視聴者の皆様に心からお詫びすると謝罪文を発表。記者を1週間の停職処分とした。発言の真意は不明だが、同じアジアの日本の人気アニメポケットモンスターと関連付けた不謹慎な内容に Twitter では不適切ではなく人種差別的発言だなどと非難が殺到した。ニュースから察するに、ただ中国の方をポケモンと表現しただけか、アジア人の代名詞的な感じでポケモンと言ったのか分かりませんが、そもそもポケモンは日本初のものですから、そこから間違っていますよ。というかポケモンをそういうジョークに使ってもあまり面白くない気がするんですが、こんな形でポケモンがニュースになるのは初めて見たので正直驚いてます。とにかくこんなヤバい状況なので、私も含め皆さんもステイホーム。